何度も私は頭が噴火しそうになった。だが義母はそのことを私には話してくれない。私は会社を経営している。と言っても妻の両親の会社に入社し、出世する形で社長となった。これまでの苦節をお話ししようと思う。妻とは塾の講師と生徒という関係で知り合った。当時大学生だった私は、バイトで塾の講師をしていた。妻は物事を理解するまで気が済まないような生徒で、授業の後も熱心に質問をしに来た。他の生徒に比べて、とにかく熱心な姿を見ていたので、合格した時は一緒になって喜んだのを覚えている。妻が合格した後、あちらから思いを伝えられた。これは後から聞いた話だが、妻は私のことを好意的に見ていたから勉強を頑張ったそうだ。熱心に頑張る姿を見ていた私の答えはもちろんイエスだった。大学は違ったが、可能な限り一緒に過ごした。その後、私は一般企業に就職することになる。妻が大学を卒業して就職したタイミングで結婚を申し込んだ。とても喜んでくれたのを今でも覚えている。両親に挨拶に行った時、とても緊張をしていたが、義理の父も母も、すんなりと私を受け入れてくれた。どうやら妻が受験勉強していた時から、私のことを話していたようで、塾の先生として知られていたようだ。挨拶に行った時に、両親が会社を経営していることを聞かされた。義理の父は叩き上げの人で、悪い言い方をすると学歴はなかった。自分が苦労してきたからと、娘には勉強熱心だったようだ。だからこそ、塾での評判を聞いていたから受け入れてくれたのだと思う。いつかは会社を継いでほしいという話もあり、正直なところ困惑した。私は勉強はできるが、経営なんてこれっぽっちも知らないただの一般人だ。ただ、無理にとは言わず、そのうち気が向いたら考えてほしいとのことで気は楽だった。妻の両親が築き上げたものを守りたい。そんな気持ちはあったので、会社を継ぐことを前提に、私は経営の勉強を始めた。もちろん、本業の仕事も頑張った。私は会社で大きなプロジェクトを任され、数年後にプロジェクトは成功を収めた。義理の両親の会社に入る前に、一つの自信を手にしたくて頑張っていたので、終えた時の達成感はとても大きかった。その後、私は辞表を提出し、義理の両親の会社へ入社することになる。いきなり幹部になるというわけではなく、一からのスタートだった。建築業ということもあり、良くも悪くも男らしい職場だった。職人気質な人が多いからか、若い後継者である私に対して先輩たちは厳しかった。社長である義父や役員の義母がいる前では優しいのだが、しかし義父から聞かされていて事前に分かっていたことだった。先輩たちは厳しい目を向けると思うが頑張ってほしいと言われていたのだ。私はひたすら仕事に打ち込んだ。もし私の心が折れてしまったら義理の両親はがっかりするだろう。もちろん妻もだ。仕事は誰よりも熱心に取り組み、誰よりも勉強した。そして、私は一定の成果を出し、厳しかった先輩の見る目も変わっていった。一番古株の先輩社員から、お前にならついて行ってもいいと言われた時は嬉しかった。社内で認められるようになり、義父が体を壊したのをきっかけに、私は社長に就任した。正直、こういう形での社長就任はプレッシャーが大きい。幸いにも義父は命に別状なく入院生活を送ることになったが、見舞いと同時に仕事の相談もした。義母も経営に関わっているので、私は良い環境で学ぶことができたと思う。その時妻は子育てに専念していて、手伝えないのが申し訳なかったが、仕事のことは理解してくれていた。いつもありがとうという言葉で何度救われたことだろうか。そして、私が社長としての仕事に慣れた頃、ある大きな決断をすることになる。会社は、成長し続けなければ、どこかで衰退してしまう。
いつまでも同じ仕事を同じようにやっていては、家族や社員を守ることができない。私は、事業の拡大に乗り出した。今まで以上に社員を増やし、新規事業も立ち上げることになった。だが、ここで問題に直面する。これまでは、先代に習って走り続けていればよかったが、新事業は全くの未経験分野だ。元からある会社の利益は、すべて新事業に溶けてゆく。さらに、私の会社は、打撃を受けることになる。リーマンショックによって、根幹事業である建築業にも影響があった。建築業の悪化によって目を出し始めていた新事業への事業投資もできなくなっていた。あと少しなのに、苦い思いだった。これまで頭を下げてくれた取引先や銀行は手のひらを返す。まるで別人格が出てきたような人の恐ろしさを知った。正直どうしていいかわからない。義理の両親もこのような事態は予測しておらず、頭を抱える。社内でも悪い空気が流れていたと思う。あと少しで芽を出す新事業さえうまくいけばいいが、資金が足りない。日に日に会社の金は減っていった。固定費は毎月払わないといけない。仕事が減っても社員は減らせない。暇で楽そうにしているのんきな社員たちには理解できないだろう。だが、すべては私の責任だ。社長である私や幹部の義母は、取引先や銀行に頭を下げ続けた。そして、一つの光が差した。業界全体が仕事が減っていて、どこも自社のことで精一杯だ。本来なら、下請けに流すような仕事も自社で行う企業は増えていた。そんな中で、義母が仕事を取ってきてくれたのだ。それも、かなり大きな取引で、先に入金される金額も大きい。おかげで、新事業へ資金を流すことができ、そちらが軌道に乗った。その後、数年かけてタワーマンションの建設ラッシュなどがあり、建築業も元の勢いを取り戻した。今はバブル状態だが、いつまで続くかはわからない。私は過去の失敗を生かし、小さいながらも新規事業を複数進めている。資金のある時にこそ挑戦し続けなければならない。あの時、義母が仕事を取ってきてくれなかったら、会社は間違いなく潰れていた。義母には感謝しても感謝しきれないが、実はそれだけの話では済まない出来事が起きていた。これまでの話は表向きの話で、義母が仕事を取ってきた裏には、義母の涙があったと思う。業界全体が落ち込んだ時、普通に仕事を取れるわけがなかったのだ。私が間接的に聞いた話によると、どうやら仕事を振ってくれた企業の社長と、義母は関係を持った。義母は、多少きつい人だが、とても美人である。世間が描くキャリアウーマンというイメージにぴったりな人だと思う。そんな義母が頭を下げ続けた時に、よからぬことを考えた社長がいたようだ。義母は、定期的に呼び出されては、その社長の下請けとなった。義父の立ち上げた会社だが、成長には義母の功績も大きかったようで、義母の会社への思いも強かったのだろう。絶対に潰したくないという義母の気持ち。プライドを踏みにじられてまで会社を守ったのだ。仕事を振った社長は、その話を酔った時によくするそうだ。何度も、私は頭が噴火しそうになった。だが義母は、そのことを私には話してくれない。間接的に聞いてしまったが、義母は触れられたくない過去だろう。話さないからこそ、私が声に出すべきではないのだ。会社の経営は、複数の事業展開により安定した。だが、それは、義母が体を張って会社を守ったからだ。私は、今の現状に満足せず、家族と全ての社員の生活を支える。義母が、そうしたように、どんなことがあっても会社を守る。余談だが、義母を下請けにした社長は、会社の金を個人的なことに利用したことがバレて追放されたらしい。雇われ社長だったので、あっさりとクビになり、どこかで転落人生を歩んでいるそうだ。
後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがだったでしょうか。また次の物語でお会いしましょう。それでは、良い夢を。義母は疲れた顔の中に笑顔を見せた。久しぶりにちゃんと笑っている顔を見た気がする。私はそんな義母が愛しくなった。私はどこにでもいる、何の取り柄もない教師だ。両親の実家が遠方であることもあり、妻の実家で義母や義父と共に暮らしている。義父も元教師で、妻と義母は現役の教師だ。傍から見たら堅苦しい家庭だろうが、それなりに和気あいあいと日々を過ごしている。だが最近、少々厄介な問題を抱えていた。その問題とは、義父の地方である。義父と義母は、年の差結婚だった。一回り以上も離れているせいか、親子に近いほどの差がある。義父が先にボケるのも仕方あるまい。教員をしているとよく聞く話なのだが、退職した教師が早々に地方にかかるのはよくあることらしい。教師として業務に追われ、趣味などに費やす時間もなく、退職した時には何もなかった。それが退職してから地方にかかりやすい理由だそうだ。校長や教頭など責任のある立場になっていたら違ったのかもしれない。だが、義父はずっと現場の教師だった。私がこの先どうなるのかはわからないが、義父を見ていると、己の先の人生がどんよりとする。義母も妻も教師だから、などということを考えると心が暗くなる。それに、ある日こんなことがあった。私が業務を終え、学校から帰宅した時のことである。家に入った直後に、義父と顔を合わせたので挨拶をした。すると義父は私の襟首をつかみ、何者だと怒鳴りつけてきたのだ。すでに帰宅していた義母に対し、義父は警察を呼べと怒鳴りつける。義母はその状況を見て驚きながらも、なんとか説得しようと試みた。約1時間ほど奮闘した末に、ようやく義父が正気を取り戻す。さすがに、これは私も答えた。これに匹敵するアクシデントがないことが唯一の救いではあるが、私より義父に寄り添う義母は、きっと辛いだろうと思う。30分前に食事をしたことを忘れたり、誰もいない壁に向けて独り言をつぶやいたり、自分の父親ではないが、妻や義母の気持ちを思うと心が痛む。この痛みは、年を取ればみんな経験するのだろうか。私には耐えられそうにない。何せ義母は目に見えて疲弊している。この前だってそうだ。私が家に帰ると気が抜けたように床にへたり込んで義母は眠っていた。もうすぐ定年の義母は、部活の顧問や面倒な仕事は学校では任されない。家に早く帰宅する分、義父との時間は増える。義父は早起きだから早朝から相手もしなければならない。きっと私と妻が見ていないところで義父に手を焼いていると思う。目の下のクマを見て義母の体力の限界が近いことは明らかだった。このままでは義父より先に義母が倒れてしまうだろう。介護疲れという言葉は義母に重くのしかかっていた。私はそんな義母の姿を見ていられなくなり、義母と妻にある提案をした。その提案とは、義父を老人ホームに入居させるというものである。あまりいい提案ではないかもしれない。しかし、義理の息子という第三者に近い立場だからこそ、冷静に判断ができると思うのだ。案の定、妻と義母に反対されることになったのだが、ある出来事がきっかけで二人の意見が変わった。義父が妻に手を出そうとしたのだ。その日、私も義母も帰宅しておらず、妻が家に帰った時に怒った。妻はしばらくの間、父親に抵抗を続けた。老いたとはいえ男性だ、力は強い。未だに義父にそういう欲があるというのも驚きだが、本当の娘さえ覚えていられなくなった瞬間だった。その後、当然のごとく家族会議となる。義父は時々記憶が飛ぶので、冷静に娘を娘だと判断できる時に話し合いをした。
すまないが、私を施設に入れてくれないか。義父は自分の口で老人ホームを希望した。さすがに義父の願いであれば、妻も義母も受け入れるしかない。義母は自分を犠牲にして義父に寄り添える人だ。きっと老人ホームに義父が行くのは辛いだろう。義父が寝静まった時、私は妻と義母にこう言った。できるだけお父さんのところに遊びに行きましょう。少しだけ二人は笑顔だったと思う。だが、気持ちは同じ方向を向いたが、現実はとても残酷だった。どこの老人ホームも受け入れができない状態なのだ。義母の苦労を取り除くことのできぬまま、私たちは不安な日々を過ごした。義父が私たちのことを忘れることは、もはや日常茶飯事だ。急にいなくなってみんなで探したことも幾度となくあった。義母や妻がいなくなった義父を発見するたびに涙を流す。多分、いろんな感情が複雑に混ざっての涙だろう。私には、そんな二人を見ることがとても辛かった。その後、無事に秋の連絡が入り、義父は老人ホームへと入った。義父を見送る義母の姿は、寂しそうだけど、どこかほっとしていたかにも見える。妻と義母と三人で食べる夕食は、落ち着きと寂しさが流れた。妻はその日、すぐに寝室へと戻った。いつまであれば、夕食後はリビングで過ごすはずなのだが、きっと考えたいことがあるのだろう。義母が食器を洗おうとしたので、私がやりますと声をかける。今まで苦労しているんだ。今日ぐらいはゆっくり休んでほしい。ありがとう、優しいのねと義母は言う。ゆっくりとソファーに腰を落とし、義母は小さなため息をついた。それを見た私は、コーヒーを入れて、義母へ差し出す。すると義母は話し始めた。嵐のような時間だった。きつい、辛いって思っていたけど、いなくなると、やっぱり寂しいわね。でも、あなたの提案のおかげで、少し荷が下りた気がする。ありがとう。義母は疲れた顔の中に、笑顔を見せた。久しぶりにちゃんと笑っている顔を見た気がする。私はそんな義母が愛しくなった。そっと義母を抱き寄せ、頑張ったねと子供をあやすように包んだ。すると義母はこう言った。今日だけでいい。私へのご褒美としてあなたが欲しい。突拍子な提案に私は困惑するが、お母さんの願いならば仕方あるまい。私たちはリビングで一つになった。きっと義母は今までのストレスや重圧をすべて発散したかったのだ。妻に聞こえないように必死に手で口を押さえた。お母さん、もう自由に生きてくださいね。三人での生活は最初は寂しそうだった妻と義母も意外と義父のいない生活を満喫しているかのように思える。義母とはあの日の一度きりなのだが、最近どうも若返った気がしている。義父の世話が必要なくなったからなのか、あるいは、あれをきっかけに目覚めてしまったのかもしれないが、相手が生徒ではないことを祈るばかりだ。それか、私が定期的にしてあげた方がいいのだろうか。妻のいない日に聞いてみようと思う。きっと受け入れてくれるはずだ。女を取り戻すことは、ボケ防止にもなるだろうからね。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがだったでしょうか。また次の物語でお会いしましょう。それでは良い夢を。あなたが笑えるようにせめて一晩楽しい夢を見せてあげるからね。私が無理やり誘ったのよ。あなたは流されただけ。説得するようにそう言って、俺を抱きしめた。母さん、調子はどうだ?と言いながら、俺は、病室のドアを開いた。すると、個室の中には、懐かしい女性がいた。昔よく世話になった、母の親友である香織さんだ。あら、久しぶりね。お母さんは今寝てるわよ。彼女はそう言って、
俺に笑顔を向けた。昔と変わらない、ちょっとお茶目な表情。でも当然、顔にはシワが増えている。こうして会うのは何年ぶりだろうか。母も俺も香織さんも、みんな歳をとったんだな。病室での再会というのはあまり嬉しくないが、生きて会えただけまだマシか。今は、寝てるのが一番楽かもしれないな。俺は、母親の寝顔を見ながらつぶやいた。ここ何年も、風邪一つひかなかった母。そんな母に病が見つかったのは数ヶ月ほど前のことだった。俺が人間ドックでも行ってみたらと言ったのがきっかけ。健康診断では引っかかったことなんてないのにね。まさか入院までする大事になるとは思わなかった。大丈夫、早期発見ですから治りますよ。担当してくれた医師はそう言った。俺はほっとしたが、母は穏やかな表情ではなかった。それまで健康で生きてきた分、辛そうにしていた。そうだよな。毎日忙しく仕事していて、それこそ働くのが生きがいみたいな人だったんだ。病院のベッドの上でずっと過ごすとなると気もめいるよな。病は気からなんて言うし、入院して余計に悪化してもらったら困る。だからこそ、俺は香織さんを呼んだんだ。おばさんが来てくれてよかった。母さんもきっと気が晴れる。昔と変わらぬ呼び方で、俺は声をかけた。もう、お互いいい大人だし、昔みたいにおばさんって呼ぶのは失礼かと思う。でも、名前で呼ぶのはなんか違う気がして、心の中だけで、香織さんと呼ぶようにしている。香織さんは、笑顔でうなずいた後、眉を下げて、ほーっと息を吐いた。それにしても、大変だったわね。あなた、急に一人暮らしになって、洗濯物貯めたりしてない？ちゃんとご飯は食べてる？おばさん、俺をいくつだと思ってるの？俺は、ふっと吹き出して笑った。そろそろ人生も折り返そうかという男に、なんてことを言うんだ。こんなおっさんを子供扱いするなんて。でも、年上の人ってそうだよな。母さんも入院する前には、あんた昔からこのアイスが好きでしょ？特売だから買ってきたわよ、なんて言ったりしてたからな。大人になったら味覚の好みなんて変わるのに、俺が小さい頃の好みをまだ覚えててさ。年上の人間にとって年下の人間はいつまで経っても小さく守らねばならない存在なのかもしれない。俺も年を取ったのか、少し心にじんとくるものがあった。香織さんなんて昔から世話になっているから特にね。そう思っていたら、案の定香織さんはくしゃくしゃに笑って言った。だって私、あなたが子供の頃から見てきたのよ。イメージは変わらないわよ。どんなに大人になってもね、子供の頃見ていたあなたのままなのよ。これは悪い意味じゃないからね。許してちょうだいな。大丈夫です、わかってますよと言って、俺は笑った。あ、そうだ。せっかくだし、懐かしいご飯作ってあげようか？懐かしいって、もしかして母さんと同じ味のあの混ぜご飯のこと？そうよそれ。この後、家に行って作ってあげる。俺はすぐに、ありがとう嬉しいよと返した。さっきは子供扱いするなよなんて思ったが、実際、本当に家事とかできないし、子供みたいなもんだ。同居の母がいなくなってからというもの、俺の毎日の食事を支えていたのは、コンビニ弁当とスーパーのお惣菜である。いい歳して、実家暮らしの俺は、母がいないと何にもできない。だから正直、手作りの食事はありがたい。おばさんは、任せといて、あ、それならスーパー寄らないとね、という。そして、カバンからメモを取り出し、必要な材料を書き始めた。母に元気になってもらいたくて呼んだのに、まさか飯まで作ってもらうことになるとは。後日ちゃんとしたお礼でもしなきゃなって思った。それから30分ほどして母が目覚めた。母の目の前には香織さんがいる。突然の親友の来訪に驚き、そして喜び、かなりはしゃいでいた。ああ、
入院して以来だ。母のこんな弾んだ声を聞くのは、俺はただただ二人のやりとりを温かい気持ちで見守っていた。息子の俺じゃ母さんのこんな無邪気な顔は引き出せない。ふと好きだなって思う。何がって？母さんのこの明るさだよ。大病をする前、母さんはどんな時にも笑っていた。さすがに父さんが亡くなった時は泣いたけど、でもすぐに泣いてても仕方ないねって言うんだ。そしてあの混ぜご飯を作り、それからは精力的に働き始めた。私がお父さんの役目もしなくちゃいけないからってね。血のつながりのない俺のために。そう、母さんは父さんの再婚相手だ。義理の母でも、もう本当の母親みたいなものだ。年齢だって俺の母親というには随分若い。でも母さんは父さんが亡くなった後も俺を放り出すことなく育ててくれた。ちなみに本当の母は俺が幼い頃に男を作って出て行ったらしい。成人して随分経った今、俺は思う。母さんが俺の父さんの役目をするというならば、俺も父さんと同じ立場で母さんを大事にしなければいけない。母さんを守らなければいけない。家族として、男としてね。無邪気に笑う母と香織さんを見て、改めてそう思った。それから、面会時間はあっという間に過ぎていき、母と俺たちは別れた。香織さんは、宣言通り俺の家に来てくれるみたいなので、スーパーに寄ってから帰った。そして俺は、久しぶりに懐かしい味を口にした。炊飯器に材料を入れて、ちょっと味付けするだけ、と母さんが言っていた混ぜご飯だ。でも、そのちょっと味付けが、母の目分量なので、なかなか難しい。美味しいよ、あの味だ。そうそう、これだよ。俺のお袋料理といえば、これなんだよな。おばさんは、どうやって、材料の分量を決めてるの？どうやってって、こんなの適当よ。出たな、主婦の適当。でも俺は、この人も、母さんと同じことを言うんだと思って笑ってしまった。さすが親友だよな。母の適当を再現してしまうんだからさ。でも、笑った後、なぜかしんみりしてしまった。医者は治ると言ったし、俺もそのつもりでいる。だけど、もし母さんが、この家に戻ってこなかったら、住み慣れたこの家で一人になってしまったら、不意に目頭が熱くなった。学生時代、同級生にマザコンだってからかわれた記憶が蘇る。でも仕方ないんだ。俺は母さんが大好きなんだから。というかみんな勘違いしてるんだ。俺は母さんを母親として好きなわけじゃなくて、いや、いかん。母さんは、母さんだ。義理の母で血がつながっていないとはいえ、家族だ。そう頭の中で葛藤しているとき、目の前から、クスクスと笑い声が聞こえた。ふと視線を上げれば、香織さんが俺を見つめている。そして一言。今晩、添い寝してあげようか？完璧に子供扱いしている。でも、泣き顔を見られたんじゃ、かっこつかないよな。俺は開き直りつつも、おばさんの申し出を断った。まあ冗談だろうけど、ここははっきりいらないって言っとかないとな。何せいたずら好きな人だからさ。何をするかわからない。というか泊まっていくつもりなの？俺は香織さんに尋ねる。すると、だってもう帰るの面倒になっちゃったんだもの。だってさ。じゃあ、おもてなしはできないけど、どうぞ。俺がそう言うと、おばさんは一瞬目を見開いた。そして、ふふふと笑った。あなたにおもてなしができるなんて考えてないわよ。あたしはあたしで勝手にさせてもらうわ。勝手はわかっているから大丈夫よ。昔、香織さんは、この家によく遊びに来ていた。母さんと一緒に料理を作ったり、だらだらとおしゃべりをしたり。そこには俺がいて、三人で楽しく過ごしていた。母さんがいない時に来てくれたこともあった。だからこそ、
さっきも台所で何一つ場所を俺に聞くことなく飯を作ってくれた。久しぶりでも、歳をとっても、昔の記憶は変わらない。また、俺の目頭が熱くなってきた。明日の朝ごはんも作ってあげるから、それも楽しみにしててね。香里さんは、俺にそう声をかけた。ありがとう、楽しみにしてるよ。それから香里さんは、母さんの着替えを使い、母さんの部屋で寝る準備を始めた。風呂も勝手に入ったし、まるで自分の家のようで面白い。でも、香里さんは、その日の夜、俺の部屋にやってきた。母さんのパジャマを着て、母さんの枕を抱えて、添い寝はいらないって言っただろ？驚きを告げた俺に、香里さんは言う。あんたは、母親のことを思って悲しいだろうけど、私は、親友を思って悲しいのよ。その言葉に、俺はハッとした。そうだ、そうだよな。香里さんは、ずっとニコニコしてるけど、心の底から今を楽しんでいるわけじゃない。ただニコニコしかできないだけで、父さんを亡くした後、母さんが笑っていたように、母さんを心配しているが、不安な気持ちを隠したくて笑顔なんだ。俺は母さんの布団を俺の部屋に運んで、香里さんと二人並んで床についた。ポツポツと話すのは当然母のことだ。香里さんは母が俺の義母になったばかりの頃のことを話してくれた。俺が13の時に母がやってきた。香里さん曰く、母は血がつながらない反抗期に入りかけの俺のことを可愛くて仕方ないと言っていたらしい。それでも悩んではいたようだ。血のつながっていないこと、反抗期であること、初めて母親になるということ、当時の母は不安や希望を香里さんにすべて話していたようだ。その話を他人から聞くというのはなかなかにこそばゆいものだ。その後、俺の父は急に亡くなった。母がうちに来てからわずか1年後のことだ。たった1年で血のつながってない母と子しかいない複雑な家庭となった。最初は親父の親戚に俺が引き取られるという話もあったらしい。でも母はその選択を断ったそうだ。それから母は一人で俺を育ててくれた。それに香里さんが母の不在時に俺の面倒を見てくれるようになった。だから俺は香里さんとここまで親しかったりするわけだ。母の混ぜご飯を香里さんが作れるのも俺が混ぜご飯を好きだったかららしい。へえ、そうだったのか、知らなかったと納得する。結婚してわずか1年で未亡人なんて、あの子もあなたも大変だったわよね。まあ子供だから何もできなかったし、母さんの大変さに比べたら大したことないよ。俺は大人にすがるしかないわけだから。香里さんはうんうんとうなずいている。そして一呼吸置いて俺に言った。言っていいのかわからないけどね、当時のあなたってあの子のことを異性として見ていたよね。香里さんの言うあの子は母のことである。俺ははっと目を見開いた。なんで知ってるんだ。あまりの驚きにバクバクと心臓が鳴った。俺は言葉に詰まり、天井をあちらこちらと見渡した。だって私は第三者だし、冷静にあなたたち家族のことを見ていたわよ。あの子のことは親友として、あなたのことは男の子としてね。そしてわずかな沈黙の後に香里さんは言う。してあげようか、あの子の代わりにね。してあげるって何よ。だあの子の代わりって、それはどういうことだ。俺の全身にぶわっと汗が吹き出した。俺が義理の母さんを女として見ていたのは事実だ。恥ずかしい話だが、だからこそ未だに独り身で一緒に住んでいたというのもある。でもだからといって香里さんが俺としてくれるというのはどういうことだ。問いに答えられずにいる俺の体に香里さんの手が伸びてくる。やめろ、やめてくれと言いたいのに喉が引きつって声が出ない。だって俺は
何度も何度も妄想したんだ。血のつながらない母さんの体を。初めて会ったあの日から入院するまでずっとずっと。固まった俺に香織さんが告げる。あなた、無意識だろうけどね。私とあの子が話してるのを見てるとき、泣きそうな顔をしてたわ。でも、あの子の前であんな顔はしちゃダメ。あなたが笑えるように、せめて一晩、楽しい夢を見せてあげるからね。私が無理やり誘ったのよ。あなたは流されただけ。香織さんは、説得するようにそう言って、俺を抱きしめた。俺の罪悪感をなくすために、あえて責任をかぶってくれたんだ。なんで、なんで。気持ちがぐちゃぐちゃになって、嬉しいのか悲しいのかわからない。ただ、俺は、気づけば幼児みたいに泣いて、香織さんにすべてを任せていた。母の混ぜご飯を再現できるのは、香織さんしかいない。だからだと思う。俺は、香織さんに母を重ねた。ずっと溜まっていた思いを吐き出すように、何度も何度も繰り返した。俺が限界まで行った後、香織さんはすべてを打ち明けた。母さんに、俺のことを頼まれていたのだと。あの子も、あんたの思いを知っていたのよ。だから心配だったんでしょうね。大事な人と離れる悲しみは、あの子が、一番よく知ってるからね。さらに香織さんは、こう告げる。あんたは、夢の中であの子を抱いた。そう思って、明日からはちゃんと笑うのよ。いいわね。きっと、母に頼まれたと言っても、ここまでしろとは言われていないはず。そうだな、せいぜい夕ご飯作ってあげてとかそのレベルだと思う。でも、香織さんは、俺と母のことをよく知っているから、今の俺たちに、一番必要なことをしてくれたんだと思う。ずっと母を思っていた俺と、それに気づいていながらも何もできなかった母。その間にいるのは、昔からいつも香織さんだったんだな。今さら、香織さんの存在の大切さに気づいたよ。ありがとう、香織さん。涙でぐちゃぐちゃの顔で、俺は香織さんを抱きしめる。あら、初めて名前で呼ばれた気がするわね。そう言いながら、小さな子をあやすように、俺の背中をトントンと叩いた。母への思いは、もう断ち切れた気がする。今は、純粋に退院を願っている。でも、わがままだけど、香織さんとは、今後もうまくやっていきたい。翌朝、台所で朝食を作る香織さん。俺は後ろから、昨日の続きを始めた。香織さんは戸惑っていた。でも、次第に、まんざらでもなさそうな表情へと、変わっていったんだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがだったでしょうか。また次の物語でお会いしましょう。それでは良い夢を。